人々。ホテルを出てしばらく走るとちょっとした市街地を通りました。何かのお祝い事でしょうか、行列に出会います。そろそろ着いたみたいな。さらに数時間走ると周りはすっかり田舎。そこには目的の八ヶの集落がありました。ここは円形の八ヶ円楼です。2階と3階ですね。寝室中に入ってみると子供たちの元気な姿に加えて、日本ではほとんど見かけなくなった鶏の走り回る姿がありました。この沿道は地理的条件から多くの観光客が訪れるそうですが、あまり観光連れしていないようで物売りがいる様子はありません。円形八ヶの2階の廊下を一巡り、日常の姿そのままです。昼食前だったので食事の準備をする女性の姿がありました。チンゲンサイの炒め物でしょうか、ここからははっきり分かりません。3階には衛星放送受信用の大きなパラボラアンテナが設置されていました。この沿道には河北から移住してきた漢民族の末裔といわれるおよそ50世帯200人以上の人たちが生活しています。やはり目立つのは老人と子供と思っていたら、何人かの若い人の姿がありました。かわいい声、すごくこの子前の顔。沿道の見学を終えて次の目的地へ向かいます。途中で何頭かの豚のお出迎えを受けます。犬も自由、リードなんてありません。ここは閣楼、ここも3階構造で
生活臭で溢れています。ちょっと危ない廊下、注意しながら進んでいくと消火器ではありません。もう時間？まだ大丈夫？時間だよ。下から呼ぶ声が聞こえてきそうです。びっくりした、びっくりした、バク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 、やはり元気なのは子どもたちのこの姿。今日の予定は一通り終了、バスへと向かいます。さっきの豚さんたち、またねと言っているに違いありません。またまた何かのお祝いの行列、中国の人はこういう行列が大好きなようです。入った入った、幸せになるから。これは分かんない、